久保さんテーマは「目の前にいます」っていう目の前にいますっていうね,いま,いうねまあ久保さんと出会ってね山口陸からですからね気づいたらもう10年のお付き合いになってると思うんですけど久保さんもいるし久保さんもいるし僕もいますね <laughs> まあ多分ね久保さんとはね僕はね思うんですけどあのー、切っても切れない縁があると思うんですよ それは何かっていうと、人生の生きてきた中で、老を間違え続けられるっていうね <laughs>。あれ何なんですかねあの、明朗の老をなかなか書いてくれないですよね <laughs>。まあ、これはちょっとご理解いただけると思うんですけど、あの、明朗の老を持ってる人しかわからない、苦しみではないですけど、毎回間違えられるっていうね <laughs>、うん。なかなかあの、なんか、だからあのね、 あの前もちょっとやり取りしてましたけど、親から似てたってことですよね、なぜその太郎のローじゃなくて、明朗のローをつけたのかっていうね、<laughs> うん、だからイチロー選手もイチロー迷路のロ、う、明朗のロで一緒で、なんかすごく親しみを感じますけど、イチロー選手もね、まあ、なんかちっちゃい頃間違えられたんじゃないかなと思うんですよね、さすがにあそこまで有名になったら、まあんまね、イチロー選手の名前を間違えたらだめだみたいになって、間違えられることはないと思いますけど、なんか雲ですね。 ここに雲がいるちょっと見えないと思うんですけど、雲がいる。雲がいますね。雲ちゃん。雲が降りてきました。目の前に雲がいますね。雲が。雲がいる。どっから入ってくるのい毎回ね、雲ね、あの、出すんですけど、雲出てくるな。うん。まあだから、なんすかね。まあ、いてほしいですよね。うん、なんか、 やるんだったらまあやり抜いてほしいなと思いますよね。やるんだったらとことんやりにくっていう。まあまあ男と女性を男と女を何ですかね天秤にかけるのはあれかもしれないですけど男気というか男が決めた頑固なんちゃらみたいな <laughs> まあそこは頑固でもいいんじゃないかなと。うん、やると決めたらやり,やり抜くっていう。うん。そう。なんか1個でもね。あの 僕はまあやっぱいろんな人を見てきてまあ僕も歴長いですからうん続けてる人ってやっぱ本当に少ないなっていうのは思いますよね。うん逆になんで続けてんで自分は続けられたんだろうって思うとうんいろんな面を見てきたからですね面と面をいっぱい見てきたからかなって点と点も見てきたし面と面を見てきたし。 その点と点と面がいろんな形で形になってその形が壊れていくのを見てってうん僕はこうでありたいっていう思いですかねいろんなの壊れていくのを見てって自分はこうでありたいっていう世の中がうんなんかね僕のインスタのねインスタのプロフィールにこういうふうに書いてあるんですけどもたとえ明日世界が滅びようとも僕は ブログを書いているっていうね <laughs> なんかこれねル、なんか明日、明日世界が滅びようとも、僕はリンゴを植えているっていう、ルソ、ルタ、なんかそういう言葉なんですよね。で、それをもじって、たとえ明日、地球が滅ぼうとも、僕はブログを書いてるっていうね <laughs>、いう風にブログの誘導リンクさせてるんですけども、まあ、ブログも続けて、毎日更新続けて、もう3年超えましたんで、1000記事超えましたね。 うん、まあ動画はまあ常にトゥルドーでやってますけどブログもだいぶ続きましたね決めて最初ちょっと大変でしたけどブログは、うん、今毎日できております3年3年 <laughs> 10年ですね10年目指せ10年結構10年ブログ毎日更新ってできる人いなくないですか多分って,いう日っていうのを見てきたんで <laughs> 10年毎日更新できるねよくネットビジネスでなんかそのかブログあるじゃないですかサイトみたいなで大体いい更新止まるんですよね大体更新止まるんですよそれ毎日10年続いてたら結構多分それだけで圧倒的な差別化はできると思いますけどね言えるしだって多分僕を超えるって言ったら10年毎日更新しないといけないんでもちろんブログに関してはなですかね 日付を変更できます。でも日付を変更したとしても10年分を一気に書くって至難の技ですからね <laughs>。やっぱ10年分は超えることは難しいと思いますよ。まあ、やるとするならば、まあ外注化してね、ああのめっちゃ記事集めてくれればいできるかもしれないですけどね。まあでも10年分ストックしたらまあ仮点でしょう。ここに関しては。うん まあ逆を言うと何すかね、まあ、いろんな反面教師見てきてるので自分はまあこうでありたいっていうのは強く強い思いがやっぱ出てきますよねうんでも逆にその僕はありがたい,なんかいつもありがたいなと思うんですけど一人でも二人でもやっぱそういう人がいてくれるそういう人とつな今も僕自身がこうつながっていけてるっていうのはありがたいなっていうだって久保さん多分ね久保さんも僕のことはそう思ってると思うんですよ ね、上から目線で申し訳ないですけど僕も久保さんみたいな人はあんまあのもう出会えないと思ってますし久保さんも僕みたいなやついね,いねえだろうと思ってるだろうしお互いに多分そこは <laughs> あの思ってると思うんで、うん、なんすかねなんかまあそこら辺でなんかまあ見えないとこで気が合うというか目が見えるとこでは迷路の牢が一緒ってことですね <laughs> なかなかなくないですか <laughs> 漢字が一緒っていう名前のねうい、ん、<う>ってらっしゃい